皆さんこんにちは、フリースタイルプロスケーターのミッチーです。今回は、バックサイドビッグスピンショービットというトリックをハウツーしたいと思います。このトリックは前回フェイキービッグスピンをハウツー出してるんですけども、ちょっと難易度が上がります。なので、スケボー初心者の方向けではあるんですけど、ちょっとねレベルが上がりますので、ショービットができるという方、次ちょっとこのトリック挑戦してもらいたいんですが、ちょっと自分には難しいかなっていう方は参考までに見てもらえたらいいなと思います。で、僕このトリックすごい個人的に当時憧れていて、ショービットができるようになってフェイキービッグスピンができるようになったら、このトリックを次に挑戦しました。なので同じような境遇の方、ぜひ挑戦してみてください。ということで、まずは実際にやってみます。はい、ということでこれが、バックサイドビッグスピンショービットというトリックになります。で、これも見た目ちょっと派手だと思うんですけども、ステップ分けして、練習方法をお伝えしておきます。なのでまずステップ1です。ショービット、メインのショービットを、まずは練習してください。で、ショービットっていうのが、僕グーフィースタンスなのでグーフィーバージョンで説明していきます。右足が前、進行方向が向こうですね。で、こんな感じ、スタンスはこんな感じです。テールと前のビスにセットする。で、ショービットっていうのは後ろ足をしゃくって板をワンエンティさせる、これがショービットですね。もう一回いきます。セットして後ろ足をしゃくって乗る、これがショービットですね。まずはステップ1としてこのショービットを練習してください。で、このショービットのハウツー動画は以前出してますので、もしよければそちらも覗いてみてください。なので今回の動画はショービットができるという前提で、ステップを進めていきます。まずはステップ1、ショービットを練習してください。はい、次にステップの2です。ステップの2は、M80 というキャッチの方法になります。この M80 というキャッチの方法は前回のフェイキービッグスピンショービットのハウツー動画でも説明してるんですけども、それとは、ちょっとパターンが変わります。前回はテールを取って、前足で持ってくるっていう M80 の方法だったんですけども、今回のキャッチはノーズを取ってテールを後ろに持ってくるというキャッチになります。どういうことかと言いますと、まず板を進行方向に対してこう置いてください。で、僕グーフィースタンスなので右足が前になります。で、右足でノーズを取ります。そしてノーズを取って後ろ、体の後ろに回す、エンドオーバーの半分の動きになりますね。ちょっと実際にやってみると、こういう動きになります。ノーズを右足で取って後ろに回す、こういう動きになります。これが今回の M80 というキャッチの方法になります。なのでステップ2としてはこの M80 を練習してみてください。はい、はい、このステップに M80 のキャッチの補足ですね。膝、両膝をしっかり曲げるようにしてください。膝が伸びているとキャッチができてもバランスを崩しやすいです。後ろ側に回す動きになるので、通常とは、動き方が逆になりますね。後ろ向きに進む形になるので、なので両膝をしっかり曲げて重心を低く構えてください。そうすると転びにくくなりますので、ステップ1、ショービット、これをメイクする。そして次にステップ2、ノーズをキャッチする側の M80、 これをメイクする。で、次が、ステップ3になります。で、ステップ3というのは、実際にショービットをして乗ります。その後エンドオーバーの半分
ショービットをした後に後ろに回るっていう動きを練習してください。どういうことか実際やってみます。まずショービットをやります。その後エンドオーバー半分回ります。もう一回いきます。ショービットをしてエンドオーバー半分。バックサイドビッグスピンショービットは実際は今の動きが速くなったバージョンがバックサイドビッグスピンショービットになります。板が360度一周回って体が背中側に半分回る、これがバックサイドビッグスピンショービットになりますので、今やったようにまずはショービットをする、その後エンドオーバー半分回る、これで背中側です、背中側に回る、これがバックサイドのビッグスピンショービットになりますので、この後ろに回るという動きを少しずつ早めていってください。まず普通にショービットして最後に回ります。次もうちょっと早く、さらに早くして。ちょっとごめんなさい、下手くそだったんですけど、伝えたいことは、言ってるようにショービットをして速く回るっていう動きを皆さんに伝えたいんです。なのでまずショービットをやる、で MAT、ノーズをキャッチする MAT をやる、そしたら今度はステップ3としてショービットをして速く半分エンドオーバー回る、これを挑戦してみてください。この 1,2,3 を、ぜひ挑戦してみてください。でそれができるようになった方はショービットをして、速く回るではなくて前足でノーズを取りに行ってステップ2の MAT のキャッチの方法ですね、これをやってみる、挑戦してみるっていう風な形でステップ分けしてバックサイド、ビッグスピンショービットをぜひメイクしてみてください。ということでじゃあ最後にもう一度ビッグスピンショービットをやってみます。ということで今回は、バックサイドビッグスピンショービットというトリックのハウツーでした。ショービットがフェイキーもメインのバックサイドショービット、まあできるという方、そして前回動画で紹介しているフェイキービッグスピンショービットができるという方、次のステップでこのバックサイドビッグスピンショービットぜひ練習してみてください。実際に僕もやっぱりオーリーを練習する前にショービット系がすごい好きだったんですね。でフリースタイルっていうジャンルをやってたっていうのもあって、ショービット系ってフリースタイラーの方結構得意とするんですよ。なのでショービット覚えて、フェイキービッグスピンショービット覚えて、このバックサイドビッグスピンショービットっていうステップで僕は進んでいったので、同じような境遇の方ぜひ挑戦してみてください。見た目結構かっこいいと思いますし、実際にねやってみれば意外とできるっていう方もいるかと思います。なのでぜひ、フェイキービッグスピンができたという方、次のステップとしてこのバックサイドビッグスピンを挑戦してみてください。で僕今回 MAT のキャッチの方法で説明してるんですけども、できそうであれば別に MAT しなくても一気に回しちゃっても全然構わないので、それでもバックサイドビッグスピンショービットになりますので、わざわざまあ MAT を狙いに行かなくても直接もう一気に回っちゃうというやり方もありますので、まあどっちでも構いません。できそうな方でぜひ挑戦してみてください。ということで今回は終わります。それではまた。エアで違うね。ショービットして、ああ難しいよ。そう、本当は進んでる。あ、そうそうそう、プッシュして進んでます。ショービットがちょっと足りなかったな。ショービットが弱い。あー、そんな感じそんな感じ。そうだから両膝をしっかり曲げる。空手みたいだね。空手の肩っぽい。
出ちゃうね、やっぱ空手がね、空手だね。おお、もう一回やって、もう一回やって、こっち向きでショービットして、おお、キレいいね。